どうも皆さん、ひぐたつです。今回は東京は大塚にございます日本一有名なおにぎり屋さん、おにぎりぼんごにやってきたんですけども、平日のね11時前にもかかわらずこれだけの人が並んでいました。めっちゃ並んでるやん。いや、ちょっと今日の平日は平日じゃないんですよ。今日の平日は平日じゃない。普通の平日だったら、うん、もうちょっと少ないですけど。確かに。お前、千の風になってみたいな言ってるやん、もう。千の風になってみたいには言ってない。おい、俺が間違えた。嫌がらんこと言ってますけど。ちょっとこれはやばいっすね。見てください。で、先もう移しました。もうやばいっす。すごい、再配です。もう1時間早く前に出るべきでした。家でのんびりしてもうたな。やらかしました。でも昼飯がてらちょっとボンゴ行こうかぐらいに思ってる人、うん、痛み見ます。マジで、はい、昼飯じゃないんで命かけた戦いなんで、もうボンゴに俺は行くんだぐらいのボンゴっていう行けないです。なるほどね。ボンゴ緊急事態発生。何どうしたん急に。離脱いや、じゃ一緒に並んで食べる話してたやん。ちょっとバイトがもうすぐ始まりました。バイト始まりました。はい、もうすぐ始まる時間でございまして、理想的には行ける時間だったんですけど、食べてその足で行ける、はい、行けるって予定だったんですけど、全然無理やん。ちょっと離脱っちゃう。なんで自分は帰ると。そうですね、最低ですよね。一回いいお店を紹介して並ばせて自分は帰るって最悪やん。ほんまはね、別の店行くよってやったんですけど、はい、秋津くんに促されて、いや、僕はそれはこっちに来た見たんですけど、実はバイトに近い方をやったっていうね。違う俺はやってます。視聴者の皆さん、やってます。これはぜひ行った方がいいお店って思ったから言っただけであって、別にもう一個の店舗でも、いや、その気持ちもまあもちろんあるんやろうけど、はい、バイトが近いっていうこの割合、これどれぐらいですか。7割。めちゃめちゃあるやん。7、8割。ほぼそうやん。本当に2割はちょっとあります。2割もあるんやけど、ちょっとはありましたけど、あるんやんけ。ぜひあの美味しいんで食べてください。ちょ、楽しみは楽しみですけどね。はい、はい、まだあのちょくちょく連絡する。じゃあ今からは海輝くんと並びます。ちょっと待って。何してんのさっきから。ちょっと待って、タコせん。え、ちょおにぎりはあのちょっと今もう時間ないんで、うん、時間またない。え、ちょっと待って、まさかの離脱で嘘でしょ。でもうお腹空きすぎてタコせん。あ、もうこれだけ食べて。いや、ちょっと全然ちゃうやん。おにぎりと全然ちゃうやん。いや、お腹に入れば何でもいい。ということで、もう僕一人で堪能してくるということになります。もう樋口さんに任せます。はい、はい、あの海輝と秋園の分も僕が食べてきます。はい、視聴者の皆さん待っててください。ぜひタコせんも。じゃあタコせんの味だけちょっと。うん、なんかもうふわふわしてタコスもしっかり、なんて言ってるか分からん。ということで4時間半並んでようやく店前に着くという、非常にまだしかも並ばないといけないということで、サービスで温かいお茶をまずいただきました。しみる。
でね、こんな感じでお店の中は、カウンター席のみですね、で営業時間はこんな感じでございます、ね、現金のみのお支払い今の時代ご注意をということで、平日はね、お昼ね、セットメニューございます。でね、こんな感じで、お店のベスト10のね、具材のねトッピングなんかのベスト10もございます。はい、種類で言うとこんなにあるんですね、おにぎり。楽しみ。お店の中にもいろいろと注意事項ございます。はい、そしてボンゴの命と言っても過言ではないジャーガー。それではここからはボンゴのおにぎりができるまでを見ていきましょう。まずはおにぎりが来るまでになめこ汁の到着。このなめこ汁もですね、オールタイムおかわりし放題ということで、具材もたっぷり入っております。そして僕が今回頼んだおにぎりのラインナップがこちら、豚キムチ納豆、卵黄肉そぼろ、すじこ酒、さらに明太クリームチーズ、おかか、マグロ角煮、葉唐辛子。いやー、楽しみ。いただきます。まずは何からいきましょうかね。やっぱりナンバーワンのね、トッピング、ナンバーワンのすじこ酒からちょっといただきます。もうがっつりね、具材見えてるのありがたい。あ、これはうまいわ。うわ、もうすじこ、もう口の中でうまみが爆発的に広がってますね。これ酒も見てください。これもう中にも具材たっぷりです。これナンバーワンですわ、こりゃ。もうこのね、おにぎりも非常に大きいね。コンビニのおにぎり2個分ぐらいですかね、1個が。食べ応えも十分です。今回はね、おにぎりのトッピング、1位から4位と、あとはちょっと好みで選ばしてもらいましたね。ほんでなめこ汁ね。うまいね。いや、なめこ好きやわ。このおにぎりと合う感じね。味噌の感じも、具材たっぷりありがたい、本当に。じゃあ次は第2位のね、卵黄肉そぼろですね。これもうまいに決まって、すいません、ちょっと汚い食い方でね、もうおにぎり潰れてもうてしもうてますけども、豪華。うまっ、うまい。もうこの肉そぼろの甘みと卵黄の濃厚な味がマッチしすぎて、もうすいません、めちゃめちゃこぼしてまいます。すいません、ちょっと手は汚れるのかも、お箸でいかしてもらいますね。いや、これはうまいわ。
もうなんかこれだけで本当にもう結構お腹いっぱいになりますね。女性の方やってこれ何個いけるんですかね。2個でもやっぱり結構きますよ。やっぱおにぎりで1個でかいからね。いやうまいわこれ。こう中にも卵黄しっかり入ってるのありがたいね。じゃあ3番目のこちら豚、キムチ、納豆ですね。あこれうまっ。あこれはうまい。うわめっちゃ合うね納豆とこの豚キムチ。この豚キムチのシャキシャキ食感、で豚のうまみとでこの納豆がもう合うね。つぶつぶ感。これはなんか家でも実践したいですね。ほんで4番目がこちらね。これ第4位の、マグロ角煮の葉唐辛子という、あこれがマグロか。ほんまにかっ、ちょっと四角いキューブみたいになってるんですね。あほんでねこの葉唐辛子、いいアクセントなってますわこれ。中に入ってるんですけどすいません、ちょっとまた汚い食い方なってまいりますけどもね、豪快にいかしてください。もう一人なんでね。うまいわこれ。あこれもうまいわ。あーマグロ角煮ね結構しっかり、こうたなんていうんですか、このマグロの旨味がキューブ状になって詰まってると言いますかね。そこにアクセントとしての葉唐辛子。そしてもう2つはちょっともう僕ギブアップなのでお持ち帰りさせてもらいました。ありがたい。いやしかし東京まで来て5時間おにぎりに費やしたんはいかがなもんなんですかね。チャンメシトーメシメシ評価よめしくおめしがいめしめし、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。